じめまして。こちらはあの韓国の金属瓦のメーカーフェルプでございます。で、韓国のフェルプという会社は40年前から粘土瓦を始めて、最近あの金属瓦で販売しております。韓国であの金属瓦はもう20年前から作って始まったんで、まあ、今回フェルプさんはあの新しい商品として、まあ、日本にあの輸出して販売されております。で、フェルプさんは40年前からずっと新開発でいろんなものを、いろんな製品をあの品質管理のとしてあのいろいろ作ってきたんです。それあの10年前からは日本のお客さんのお好みをあの乗せて、そこに合わせていろいろな形をつけてで販売しております。今回あの展示 JHBS の展示会で、まあ、紹介している、まあ、製品としては、まあ、まず日本に売っている、まあ、メインの商品ですが、まあ、スレートプラスというあの自然美がある、まあ、スレートのようなあのものを作ってあの足しております。そしてウッドの模様をつけてその瓦を、まあ、作っております。そういう商品としては今金属瓦の石の付けなんですけど、石はイタリア産であの玄武岩で作っております。そして色を抜いて、で30年ほど持つように色が変わらないようにあのしておりますし、あのその、ま、中 の, あのベースもベースのものは鉄板なんですが、カールバというあの鉄板のものを使っております。でそれで、まあ、50年以上持つようになっております。で今日本ではいろいろ販売しておりますが、北海道から九州まで販売しております。でフェルプさんは世界の30カ国に売れてるんで、アフリカ、ヨーロッパ、アメリカ、南米、そしてアジア、ロシアで世界の30カ国に、まあ、ほとんど輸出中しております。 JHBS の、 あの東京展示会であのうちが今フェルプさんが出してるデザインとしては、とりあえずフェルプという名前を、まあ、みんなに知らせるように広告しております。そしてあの普通のものと、そして他者と差別化をするためにいろんなものを展示台とかテレビとか、そして壁 の, あのモデルさんとか、それをつけてあの他のブースと差別のするためにやっております。でその中に物もその新鮮なアイディアで、あの物も新しくアイディア入れて、そしてお客さんが喜ぶなそのアイディアを入れて物も開発しております。製品としても他のものと差別化をして、デザインのように物も製品も差別化をするようになっております。それはうちの社員たち、メンバーみんな、メンバーがあのそう思って今頑張っております。そしてフェルプの名前が世界中に立つように努力しております。はい、以上です。